はい、あとですね、地元だけでやるビジネスじゃないので、インターネットもねフル活用してほしいなと思います。で、わからないことはわからないでね、聞いてください。そして聞いてくれなきゃこっちも何がわかんないのかもねわかりませんので、聞いてほしいなと思います。あと、まあ順番バラバラに いきますけど、あとですね、そうだな、頑張ってる頑張ってるっつっても結果出てなかったら、それ意味のない頑張りになっちゃうかもしれないんで、要領よくこのビジネスをねこなすようにしてください、ね、そういうのは感覚をつかむことが大事です。で、一人でやろうとしてうまくいってる人って誰もいません。やっぱり、アップラインを活用して、要は凄物と凄物をつないじゃうだけみたいな、そんな感じです、ね、凄物とトップ会談させる自分の人脈のすごい人と草野さんとか